Who is biblical king? Who is Jesus Christ? And who is Baphomet? Here is my answer in which I claim that king is Jesus and is Baphomet as well. Mr. Kimura has sent me a very significant photograph of Cain at the Louvre Museum, Paris, France, a statue of Cain with a Baphomet skull in his arms. This statue indicates that Cain has a very strong connection between Cain and Baphomet. The name of this statue is Cain and his sons. But why does Cain hold a skull of Baphomet? Today's story starts from here. フランスのパリ在住のセリ・キムラさんがルーブル美術館にある大変興味深い像の写真を送ってくださいました。カインと息子たちという名前の像です。その像のカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。なぜカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っているのでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。広志林浜松シティジャパン。林博士先生へ。お調べになっているイエスイコールカイン説、つまりイエスおよびカインの資料となりますよう、取り急ぎこの彫刻の写真をお送りします。カインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意してください。美術館関係者に質問してみました。私のどうしてカインがモデルになったのかについては、ルーブル側の説明によれば、これはカインそのものがテーマではなく、親子三世代をテーマとして表現したものであるとのことでした。しかしどうしてカインがというところには、フランス人もナチスの話題と同様に触れたくないような印象を持ちました。さらにリサーチしてさらなる情報をお届けします。ただこの彫刻がメインのルーブル美術館の華やかなところではなく、道路に面した裏通りに置かれています。ちょっと寂しい位置に置かれています。セリ・キムラ、パリ・フランス、2017年9月3日この像のタイトルはルフレ・ドゥ・ケイン、つまり The Sons of Cain、 カインの息子たちとなっています。その像の中央に立っているカインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意し、しっかりと確認しておいてください。一見するとヤギもしくは羊の角のようにも見えますが、このぐにゃっぐにゃっと曲がった角に注意してください。これはバフォメットの角あるいは頭蓋骨と言われているものです。実際のバフォメットの像のそれと比較してみます。右がそのバフォメットの像です。細い顔、尖った顎、そして2本の独特な角に注意してください。つまりこのカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。で、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して一枚の絵を残しました。
カシナの戦いというタイトルがついている絵です。上の絵がその絵ですけども、その中には隠し文字の形で数字が隠し込んでありました。 by 林博士発見です。左から7750、そして27です。おそらくミケランジェロもこの数字には気がつかなかったものと思われます。それはともかくも、もう一度しっかりと確認しておいてください。上のカッシナの戦いの絵の中には隠し文字の形で暗号が隠されていました。その暗号を11種ゲマトリアで読むと、77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインとなります。ここが重要です。つまり775027は11種ゲマトリアによれば、キリストは聖書で言うところのカインである、キリストは聖書で言うところのカインであると読めます。そのカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っていました。これでカインイコールキリスト、そしてキリストイコールバフォメット林博士説が裏付けられたということになります。セリ木村さんから送っていただいた写真がその裏付け証拠の一つとなりました。セリ木村さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century,To modern currents of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from, and most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure? I, Hiroshi Hayashi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself.Most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. バフォメットとは誰なのか、議論が続いていますが、私、林博士は、バフォメットはルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少し分かりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンヤリの戦いの絵の中に描いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ、巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。
これは何なのでしょうか。一見すると羊のようにも見えますが、まあヤギということになりますね。あるいはこの地球には存在しない動物かもしれません。ともかくもこの両者、すなわちサバジオスの手のひらに書かれた表現された動物と、それからアンギャリの戦いの中に書かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見するとカトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤギに近い動物ということになります。これら三者は同じと、私、林博士は判断しました。そしてそれが、バフォメットの顔へと繋がっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら四者は同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしくサバディオスの手ということになります。こうしてまた元に戻ります。そして同じ手を、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこのイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバジオスの手をしています。こうして一貫性、一連性を持ってサバジオスの手、そして、ヤギ、それからバフォメットとつながっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博士説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへとつながっています。すなわち、バフォメットはイエス自身であったということになります。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。Baphomet, the king of Satan, is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet,never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originates from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet, the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet, つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広島市、浜松シティ、ジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずもローマ軍によって殺されたために激怒していると、
私、林博士は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこには、ヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバファメットの基本形となりました。同じようなものがシスティーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして至るところに羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしくバフォメットの姿になります。つまりこのような形で、1500年後のイエスはアンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして右がイエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、フリジアンのサバジオスを、サバジオと表す。まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そして、サバジオスの手は、いろいろな形で表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスはそのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてゾラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像は、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、3本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。
ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち隠れユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を、絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように、左にサバディオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、その後、イエズス会のシンボルマーク、そして、イルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手がバフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に神々は見かけで選んではいけません。あえてこのような姿にしたというところにイエス自身の隠された意図があると私、林博士は判断しています。そして、サバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の向かって左側の子供もやはりこのサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにしてハンドサインを通してイエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。ソーブ、誘拐、そして、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に、私、林浩司は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについては、このように説明されていますが、結論を先に言えば、どこに起源があるのか、未だに何も分かっていないということです。いわゆるオカルトのシンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるピエタ像です。このピエタ像の向かって左側イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形でミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス、そして左もイエスということになります。
これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが書いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。これら両者の絵が描かれた時には、まだダ・ヴィンチは生きていました。すなわち、ダ・ヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギャリの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカッシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この称号もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のこぶ、大きく突き出た顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナルド、そしてミケランジェロが人間との接点で、まあ、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そしてその上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス。そして右の方がベロッキアが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度今日のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に惹かれて、そして今生きたいようとしているのは、いわゆるプロクシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆるまあ替え玉ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッティとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッティの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、
カシナの戦いに戻ります。上がカシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は同じ人物だということです。そして上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そしてこれら人物は顔においてですね、違いがないという点で同一人物、すなわちイエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆる後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分では絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。ペーター像についてもそうです。そしてこれが2000年前のイエス、そして右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは替え玉のイエスということになります。そのことをイエス自身がこのアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今向かって左側の、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると、1500年後のイエスは表現したということになります。それに対して、イエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは地球にいる動物ではありません。おそらく1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまりこの絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い黄色い部分が人間の世界。兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。ここが重要ですからもう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度アンギャリの戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そして、アンギャリの戦いの、この向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか、もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそが、イエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく1500年後のイエスは、そのシンボルを羊に見せかけて、システィーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは、羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしく、バフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そして、そのバフォメットは、サバディオスの手をしています。
つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに下がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフォメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。そうでないというのなら、次の動画を皆さんはどのように判断なさるでしょうか。それをそのままつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye. Wikipedia writes about Sabagius as follows. Sabagius is a nomadic horseman and sky father god of the Phrygians and Thracians. It seems likely that the migrating Phrygians brought Sabagius with them when they settled in Anatolia.In the early first millennium BCE, and that the god's origins are to be looked for in Macedonia and Thrace. The recently discovered ancient sanctuary of Perupericon in modern-day Bulgaria is believed to be that of Sabagius. I, Hiroshi Hayashi, claim here in this video that Jesus Christ was Sabagius himself, or The God of Jesus Christ is Sabagius in ancient times. Wikipedia は次のように書いています。サバジオスは遊牧の神でした。フリジアンとトレーシアンの神としても知られています。その神は紀元前1世紀にフリジアンがアナトリアに移住するとき、その地にもたらされたと考えられています。サバジオスの起源はマケドニアとトレースにあると考えられ、現在のブルガリアのペルペリコンがその地ではないかと考えられています。私、林博氏は、イエス・キリストはそのサバジオス自身、もしくはイエス・キリストはサバジオスを神としていたのではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。これはラファエロ・サンチが描いたとされるフォリーニョの聖母と呼ばれている絵です。それぞれの人物とそのハンドジェスチャーに注意してください。
それぞれの人物がですね、独特なハンドジェスチャーをしているのがわかります。つまり、それぞれのハンドジェスチャーには、その立場を示す意味が隠されているということになります。例えば、このマリアと思われる、人物はですね、サバジオスの手をしています。そして左上から2番目は指を立てていますけども、その先にいるのは一般にはですよ、イエスであるということを示すハンドジェスチャーだそうです。そして、左下もサバジオスの手を表現しているように見えますが、はっきりしません。ただ、聖痕が描かれている点に注意してください。で、右はですね、手を合わせて、神に対して敬意を示しているということになります。そして右下はマラヌスの手をしています。下はですね、聖痕を今皆さんにご覧いただいています。その解釈については別のところで論じましたので、ここでは、そうしたハンドジェスチャーがあるということだけを頭に入れておいてください。ハンドジェスチャーにはそれぞれの意味があるということです。左上からサバジオス、イエスを指し示しているってことになっていますね。そして右上は敬意を表している。そして右下はシグラム・マラノ、マラノの手ということになります。紀元後3世紀から4世紀にかけて、キリストの絵や像が盛んに描かれるようになります。で、その中でもこの絵が今までは一番古いキリストの絵と言われていました。黒人であるという点に注意してください。で、このキリストはですね、サバジオスの手をしているように見えます。はっきりしませんけども、薬指と小指を曲げて残りの3本を立てています。キリスト独特のですね、ハンドジェスチャーということになります。つまり、私は神であるということを、このような形で表現しているということになります。サバジオスの手です。で、これが私一番古いキリストの絵と思っていましたけども、後で紹介しますけども、さらに古い絵が見つかりました。で、その前に順に考えてみたいと思います。これは、3世紀に書かれたものだと言われてますけども、3人の説明によればですよ、マギがイエス降誕の時に祝いに駆けつけた絵だそうです。で、この絵の中でもこのキリストはやはりサバジオスの手をしているのがわかります。と言いますか、少しわかりにくいんですけども、やはり薬指と小指を曲げて3本の指を伸ばしています。また、この、モザイク画の中でもですね、イエス・キリストはサバジオスの手をしているのがわかります。薬指と小指を曲げ、残りの3本の指を伸ばしています。で、後にですね、こうした絵がたくさん描かれるようになったわけですけども、やはり基本的にはサバジオスの手を表現しています。見方によっては親指と薬指をくっつけているようにも見えます。そうではないのかなという、思いもないわけではありません。こうした基本的な形ですよね。薬指と、小指を曲げて3本指を伸ばすという、基本的な形は変わっていないということです。つまりこれがサバジオスの手ということになります。この、肖像画といいますか、絵の中でもやはり、そのように表現されているのがわかります。薬指と小指を軽く曲げ、そして残りの3本を伸ばしています。で、指って言いますか、手だけのジェスチャー、ハンドジェスチャーだけの絵も残されています。下のは3世紀に描かれた、やはり最も古い絵の一つと言われています。サバジオスの手ということになります。この絵についての説明は、ここに皆さんにお見せしておきます。で、同じような手を、あのレオナルド・ダ・ヴィンチも表現しています。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス・キリストの絵です。この絵の中でもやはり、イエス・キリストはサバジオスの手を表現しています。みんなサバジオスの手と言われているものです。
蛇が絡んでいますから、少し見にくいかもしれませんけども、やはり薬指と小指を曲げ、3本の指を伸ばしています。で、サバジオスの説明を簡単にしておきます。フリジアンとトラシアンの神と呼ばれています。フリジアンが移住するときに、この神がアナトリアにもたらされました。これがサバジオスの手です。指の間に蛇が絡んでいます。手のひらには羊のような動物が描かれているのが特徴です。遊牧の神、あるいはスカイファーダーゴート、空の父なる神と呼ばれていました。まあ、そういう神なんですね。で、そのシンボル的なハンドジェスチャーが皆さんにご覧いただいてます。サバジオスの手ということになります。そして、ジオスというのは後のゼウスにつながったという説もあります。まあ、神の中の神ということになるわけですね。まあ、ゼウスの語源ともなったと言われているわけです。そして、ディオニソースですね。で、馬にまたがった遊牧の神として、まあ、その力を行使するため、馬にまたがっていたと。ですから、サバジオスというのは、馬にまたがっているレリーフが多いですね。まあ、そういう神であったということです。これもサバジオスですけども、木に蛇が絡んでいる点にも注意しておいてくださいね。このモチーフは後にあちこちで使われるようになります。ところで最近、世界最古と思われるキリストの絵がですね、エジプトで見つかりました。カイロから南西160キロの王家の墓の中から見つかりました。壁画としてそれは描かれていました。これがその絵です。従来より、まあ、エジプト周辺ではですね、キリストは黒人として表現されることが多かったのですけども、この壁画の中のキリストはどうやら白人のようですね。そして髪の毛はカーリー、すなわち巻き毛であったというふうに、まあ、表現されています。で、私はこの指に関心を持ちまして、いろいろ調べてみましたけども、はっきりしませんでした。サバジオスの手をしているかしていないか。まあ、そこが私にとっては重要なポイントということになります。この像なんですね。で、これが、まあ、キリストというわけです。で、その絵はですね、果たして、サバジオスの手なのかどうかっていうことなんですけどもね。ただ残念ながら、その部分だけ色が落ちているという感じですね。向かって右から親指、人差し指までは伸びている感じがします。まあ、もう少し検証すればわかるのかなと思いまして、まあ色を、まあ明度上げたり、コントラスト上げてみましたけども、指はどうもはっきりしませんね。がしかし、流れからすると、サバジオスの手をしているということは十分考えられます。これらのハンドジェスチャーとですね、いわゆる印像とは、やはり区別して考えるべきではないかと、私、林義氏は、まあ、考えています。まあ、印像ですね。まあ、この印像についての研究も、まあ、深くと言いますか、広く進んでいます。いわゆるまあ、このハンドジェスチャーですね。で、私は、まあ、この仏教、そしてミトラ教における印像というのは、今で言う手話の人ではなかったかと考えています。また、その証明もしてみました。つまりですね、神々は人間とは直接対話をすることができなかったということですね。そこで、まあ、人間と対話をするときには、手話、もしくは手話のようなものを使っていたと私は考えたわけです。で、その一つの表れが、こうした
印象ということになります。で、また、印象にはそれぞれ意味があるのだそうです。つまり、例えば手のひらをかざせばですね、まあ、安穏ですよ、心配しなくていいんですよという意味になるのだそうです。で、まあ、この指の使い方がですね、手話のそれに似ていると。まあ、手話というよりもですね、指で話す言葉であったかもしれません。まあ、そうしたものをですね、使って古代の神々は人間と会話をしていたということになるのかもしれません。まあ、一つの仮説ということになります。しかし、ただ、なんて言いますかね、シンボリックにそれを、こうした手で指でですね、表現していたとは考えられません。まあ、この点がですね、先ほどから説明してきました、まあ、マラヌスの手、あるいはサバジオスの手とは違うところです。まあ、マラヌスの手、あるいはサバジオスの手というのは、その、まあ、人物の立場を、まあ、そのような形で表現したということになりますけども、まあ、印象の場合はですね、もっと、まあ、言葉的な意味があったのではないかと、私、林博士は考えています。実際、似たような手話がですね、インドでは現在でも使われています。まあ、日本ではね、全身を使って表現するということが多いわけですけども、まあ、指であるとか手をですね、まあ、細かく動かして、手話をして、今でもしています。まあ、そういったところから、これは、まあ、シンボリックなサインではなくて、手話の一部ではなかったかと考えているわけです。で、同じようにですね、ミトラ教の方でもやはり使っているみたいですね。ただ、弥勒菩薩教といいますか、まあ、ミトラ教ですよね。ミトラ教の方では、まあ、さらに複雑になっていますか。今回はその解説書が手に入りませんでしたので、まあ、こうした写真だけをご覧いただきますけども、やはり、まあ、手話のようなものを使っていたと、私、林博士は考えています。まあ、つまりですね、音声を出して、そしてその音声で、まあ、言葉としてね、人間と対話していたのではないということですね。が、まあ、人間と対話する必要があったときには、このような形で手話を通して話していたと考えています。まあ、この印象イコール手話説ということになります。 by 林博士説です。まあ、仏教でもミトラ教でも同じようなと言いますかね、同じように印象を使っていたということになります。話を元に戻しますけども、イエス・キリストはですね、このようにサバジオスの手を、まあ、表現しています。と同時に、バフォメットも同じハンドジェスチャーをしています。つまり、薬指と小指を曲げ3本を立てています。つまり、このような形でイエス・キリストイコールバフォメット、バフォメットイコールイエス・キリストということを示したと、私、林博士は考えています。他にも多くの証拠があります。ともかくも、イエス・キリストの手とですね、そしてサバジオスの手を比較してみてください。同じですね。そしてその手がバフォメットのハンドジェスチャーにもなっているということです。イコール、バフォメットはイエス・キリスト自身であったということになります。サバジオスの手を表現しています。まあ、つまりこのような形でですね、中世においてイエス・キリストはですね、マリア教徒化したカトリック教に対して、まあ、自分のですね、まあ、政治的アイデンティティを明確にしたということになります。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。サバジオスの手です。サバジオスの手です。
バジオスの手です。まあ、つまり、まあ、こういう形でですね、繰り返しになりますけども、イエス自身は自分の立場を明確にしたということになります。左はこれは、シグナム・マラノ、マラヌスの手です。隠れユダヤ教徒のことをマラノと言いました。で、ブグローがですね、ウィリアム・ブグローが1900年前後にこの両手を表現しています。これも大変興味深いことです。ウィリアム・アドルフ・ブグローは、まあ、わかりやすく言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの化身ということになると、私、林浩司は判断しています。このイエスの手を見てください。右が、マラヌスの手です。シグナム・マラノです。中指と薬指をくっつけています。そして、左が、サバジオスの手です。なお、右のマラヌスの手は、イエズス会のシンボリックなハンドジェスチャーにもなっています。イエズス会というのは、イエスの仲間の会という意味です。で、このサバジオスの手はそのままバフォメットの手にもなっているということですね。何故にあえてこのようないかにもいかにもという見苦しい神にしたかということについては、まあそれについても、まあなんて言いますか、あまりにもあまりにも美しいマリアの姿に対抗したものと私、林浩司は考えています。まあ要するに、神にせよ、人にせよ、見かけで選んではいけないということですね。表面的な見かけで判断してはいけないということですね。まあ、ともかくも、これがバフォメットです。で、一度全部誘拐して、もう一回作り直しなさいよというようなメッセージが、この腕に書かれています。まあ、そのように、私、林浩司は解釈しました。で、バフォメットについての説明もここに拾っておきました。一般には、ローマンカトリックを守護する騎士団であると言われていますけども、それは表向きの、あるいは後から、竜、ということになるのではないでしょうか。実際には、隠れユダヤ教徒の流れを組む、イエズス会の、まあ、流れを組んでいるということですね。で、現在ね、今も、バフメットは広く信仰されています。左上は、ワシントンです。同じポーズで、同じように、まあ、このような像が、作られています。ジョージ・ワシントンは、そのバフメット教の信者であったと言われています。で、結論ということになります。イエス・キリストです。イエス・キリストです。基本的には、イエス・キリストの手はですね、サバジオスの手であるということです。まあ、薬指と、小指を曲げ、残りの3本を伸ばしています。そしてその流れは、中世へとつながり、レオナルド・ダ・ヴィンチもですね、イエス・キリストの絵の中でそれを表現しています。イエス・キリストですね。それはまさしく、サバジオスの手であるということです。この手のひらに、ヤギが表現されている点にも注意してください。同じヤギをダ・ヴィンチはアンニャリの戦いの中で表現しています。つまりイエス・キリストはですね、サバジオス自身であったか、あるいはサバジオスを神として称えていたということになります。つまりイエス・キリストの神はサバジオスだった可能性が大変高いということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now.